被災側踏切より、撮影西口南が、岡駅は、三重県津市樽宮座、東秋代にある、近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は E41。名古屋線内では最も新しい駅である。かつては、新町被災の中間の不便な場所で、仮想場が付近にある、静かな土地であった。しかし、周辺の丘陵地で近鉄による、 大規模住宅地、積み紙が、丘住宅地の開発が進んだため、そのアクセスのために1989年に開設された。命名にあたっては、当時の地名だった、青屋ではなく明るい丘陵のイメージで駅名を決定した。かつて当地を通っていた中、勢い鉄道にも付近に停留所が存在した。また、 名古屋線には1946年から1953年の間、単線区間と複線区間の境目として、当地付近に二重池信号場が設置されていた。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で、京上駅舎を有する。ホーム有校長は6両。改札口は1カ所のみで、ホームと駅舎は階段で結ばれている。出入り口は、 東西双方に一箇所ずつある。また、駐輪場からスロープで、ホームに繋がっており、車椅子利用者にも利用しやすい構造となっている。名古屋線では、数少ない山合いに位置している駅であり、付近は15から33パーミルのやや急な勾配が、連続している。通駅管理の有人駅で、自動改札機は、ピタパーイコカ対応の改札機が導入されている。 トイレは改札内にあり、男女別の推薦式で、車椅子対応トイレも整備されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。南が、岡駅の利用状況の変遷を可表に示す。輸送実績の単位は人であり、年度での総計値を示す。 年度間の比較に適したデータである。上行人員調査結果は、任意の1日における値である。調査日の天候、行事等の要因によって変動が大きいので、年度間の比較には注意を要する。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 ありがとうございます。